俺の股間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあ、なんか緑マントあるじゃないですか。まあ、いろんなマントあると思いますが、なんかマントがバグってるらしいんですよね。はい。なんで、それの情報をまとめるとともに、ちょっと実際見ていこうかなと、どんな感じなんかなというふうに確認していこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけど、まあ、倉庫の方ね、入ってから、とりあえず装備しときましょうかね。うわぁ、これ。崩したくねえ、マジで。衣装マジで崩したくねえんだけど。マジでやだ。マジでやだ。ちょっとなんか適当な衣装一回つけるか。じゃあまあなんかこんな感じで適当なね、衣装をつけて。で、マントの方もつけといてやっていきましょう。あ、もうなんか確かに固定されてる。なんかもう、ああ、動かしたら動くんだ。あ、なるほどね。じゃあ一回これ先頭に入って、どんな感じなのかっていうのを実際見ていこうかなと。え、でもこの方では動くよね。これ。胸貫通してるんやけどね。めちゃくちゃ貫通してて笑うんやけど。とりあえずこれマッチングして見ていきましょうか。じゃあ通常のシングルで回っていきます。さあ、入ってまいりました。ちょっとここで一回見ていきましょうか。これ。どんな動き方なんだ、これね。なんかね、シャンプーヘッドみたいな感じになってるやんね。どういう、これなんかね、完全固定されてるやんね。めっちゃなんか固定されて、何これどういう動きなんこれね。笑うんだけどな、これ。どういう動きなんだ。マジで笑うんだけど、ね、意味わかんねえなんか感じになってましたよね。俺しかも何気にさ、遊園地マップ俺初めてするんですよね。初めて、動画では初めてですね。ちゃんとしたのは、一回だけちゃんとしたんですけれど、ほんとマジでカチカチや、緑マント。超カチカチじゃん。笑うんだよ。なカチカチすぎて、もうなんか常になんか固定されてるみたいなね感じの挙動になっちゃってますね。どういうあれにしたらこうなるわけ。カチカチなんだよね。なんか前までですね、普通に通常でマント使っても、なんか普通にヒラヒラ動くみたいな。さっきまあ、あれで使った時みたいに、アルバムで使った時みたいにヒラヒラ動いていたんですけれど、実際マップに入るとこんな感じの挙動しちゃうんでしょうね。なんか、すごいなんか変な、ほんとなんかシャンプーヘッドみたいな動きになってるな。これは苦情来るわな。俺のコメント欄めっちゃ来てましたもんね。今回、YouTube 動画のコメント欄見てもですね、もうみんななんか文句言ってるみたいな。ね、Twitter にも来ましたもんね。Twitter DM に結構来るから、やばいだろみたいな。ね、みんな言ってましたもんね。一応まあ、ギンナーさんがアナウンスの方ですね、されて、すでに確認済みで、修正の方もされるみたいなんで、知らない人とかもね、いらっしゃると思いますから、改めて動画の方でも言わせていただきます。修正予定みたいです。このカチカチ緑マントね。カチカチすぎるだろ、本当に。なひどいなこれ。これは文句言うわな。特にその、まあ、僕はそんなね、進撃の巨人のマントに、すごいこだわりがあるっていうわけではないんですけれど、さすがにカチカチすぎるもんね。これはもう文句言われても仕方ないやつですね。はい。まあ、こんなん逆に修正性があったら、半端ないこれ反発を食らってましたね。で、こういうスキンの修正があって、まあ、実際補填があるのかっていうのが気になるところですけれど、まあ、最近のコアコードームでですね、こういう、まあ、アイテムスキンの修正に関しまして、見た目の修正で補填したことないんで、先生 AY でさえ修正勝手にですね、して、アナウンスもせずですね。で、しかもその補填もなかったんで、あれだけ高価なアイテムですら補填しないのに、果たして緑マントで補填するのかって言われたら、しないからですね。もうしないことはこれ分かってますから、まあ、期待してはいけないのかなというふうに思いますね。基本ないものと思ってですね。どうしてもその補填ないことが納得できないのであれば、まあ、このゲームに課金しないことを僕はもうね、正直お勧めしますね。はい。そこはもう割り切るしかないですね、コアコードをね。1年以上言ってきましたけれど、そこら辺の話。意味ないですからね。僕は諦めましたんで。もう俺がもうね、手挙げたらもう終わりだよ。お手挙げになったらね。終わりです、コアコード。はい。まあ、こんなんじゃ、まあ、離れる実況者も増えますよね。まあ、ここ最近、直近2ヶ月ぐらいで、登録者数万以上、僕と同じぐらいか、それよりも登録者上の人っていうのが、もう本当なんかマジで10人ぐらいいなくなりましたよね、コアコードをね。こういうところからいなくなるんですよね。たまりにたまった挙句、なんか本当愛想をつかしてやめていくみたいな、まあ、そんな感じになっちゃうんでですね。まあ、早急な修正。まあ、そして、本来だったらきちんとした補填が必要なんだよってことを、まあ、知っておいてほしいかなというふうに思います。他のゲームだって補填してますからね。結構実況者が移動した原神とかは、バグがあるたびにですね、もう全然知らないバグなのに、普通に補填してくれますから、そんなのあったのみたいな。逆に運営の、その、アナウンスで初めてですね、知るみたいな、そういうこともありますからね。それぐらいなんか、コアコード運営には、丁寧さがあってもいいんじゃないかなっていうふうに、僕は思うんですけどね。はい。まあ、元中日ドラゴンズで、この間阪神クビになった、元メジャーリーガーの福留が言ってましたけれど、誠意とは言葉ではなく金額なんですよね。はい。コアコードの上にも、まずは誠意というね、誠意を示せるぐらいの金額を、なんか僕らに示してほしいなっていうふうに、まあ僕は正直思いますね。はい。
おい、久々にやったわ。超エコドンカツやんな、これな。まあ、アコヤコード運営さん、バグはすぐに修正して、そしてですね、補填もしっかりしましょうね。で、ここでまた皆さんのですね、疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。まずこちら、マント交換が最後、コラボが最後とは言っていない。もしかしたら来るかもと。まあ今回ですね、マントの交換が最後ですよっていうアナウンスはですね、ゲーム内のイベントページにて出ているという感じですね。まあマント交換が最後で、コラボレーションが最後でない。まあ言葉のあやとしてはあるかもしれないですけれど、まあ正直コラボを最後と考えて差し支えないのかなというふうに思います。これなんでかっていうと、まあ、進撃の巨人コラボを前回やってから、まあ、1年とちょっと経ったわけですね。まあ、大体1年ぐらい次ですね、復刻コラボをするとしても、開けたいっていうのがコアコード運営あると思います。なんでかっていうと、やりすぎなんですよ。進撃の巨人コラボ。やりすぎ。やるとしても、長い間ですね、時間を空けなければですね、売り上げっていうのをですね、見込むことができないっていう感じに、まあ、復刻する場合ってなるわけなんですよね。まあ、本来ですね、まあ、こういった時に、次またコラボをするんだったら、すぐコラボレーションをするみたいな、数ヶ月後にするっていうのが一番なんですけれど、そしたらもう第5弾っていう風になっちゃいますし、正直それはちょっとやりすぎ。まあ、そして第5弾するとしても、1年後にまあ進撃の巨人っていうのはコンテンツとしてはもう終わるわけじゃないですか。まあおそらくコミックスの方も終わって、アニメの方もですね、まあ、ほぼほぼ終盤になるか、まあもうすでに終わっているか、どちらかになるとは思いますんで、まあそこでコラボレーションをして効果があるのかって言われたら、もうないですよね。コラボレーション相手からしても望むものもないという感じになりますので、ちょっと考えづらいのかなっていう風に思います。まあもちろん 0% ではないんですけれど、まあ、どうせコラボレーションをするんだったら売り上げの部分とか宣伝の部分考えましても新規の作品の方が双方でですね利益っていうのはありますので、ちょっと進撃第5弾っていうのは難しいのかなと思います。もちろん 0% ではないです。で次ですね、新レジャーめっちゃキルパクされると、まあ僕もめっちゃキルパクしますね。はい、まあ、正直ですね、まあそういうシステムになってるのが悪いんで、まあ、討伐数で報酬とかまあパックとかですね、そこら辺がもらえるようにもなってますし、まあ、討伐数に応じてまあ自分が使えるスキルっていうのも増えていくっていうですね、まあルールになっておりますので、まあしゃあないのかなっていう、キルパクの試合みたいな感じになってますもんね。もうこれ仕方ないっすね。まあでも、まあそのやる気がない人が、まあその参加、乗らず参加してくるよりは、まあ全然いいのかなっていうのは僕は思います。で、次ですね。メンストのラグが多いから直してほしいなと。いや最近さ、まあ自分結構メンスト回してるんですけど、時間差ひどすぎん？ね、昔より時間差できたよね。もう相手は全然その射線上に出てきていないのに、そいつに撃たれて死ぬとか、もうそういうのが多すぎて、もうなんだみたいなこのゲームみたいな。もうやってて思いますね。イライラしちゃってですね。もう本当に、まあ、正直、1時間やったらもう疲れちゃうんで、こういうコード続かないですもんね、僕も。まあ、リスマラのためにですね、1日まあ、1時間ぐらいですかね、メンスを回して、で、それをですね、喋る時の背景にしていることっていうのが結構僕は多いんですけれど、まあ本当それでも苦痛感じますんで、まあもっとですね、このゲームを真面目にされている方は、さらに苦痛を感じているんでしょうね。まあ通常戦闘とかでも、まあ例えば大会って当然通常になるわけじゃないですか。そこでもしも近距離で時間差で死にましたみたいになったら、もうほんとやりきれないっすよね。しかもその、時間差微妙だなみたいな対面とかもあったりするじゃないですか。一応まあ、理論上は時間差があっても今の対面、倒せなくもないけど、みたいな。ところで死んで、自分の腕で負けましたみたいな周りに言われちゃうわけでしょう。それっておかしくないですかね。基本的にその、読み合いだったりとか、自分のプレイング ?PS ですね。そういう部分を元にですね、ゲームで勝てるか勝てないかっていうのが決まってくるところに、その相手の回線の差とか、端末の差っていうのも、考えてプレイしなければいけないみたいな。なぜプレイヤー側が気を使ってですね、ゲームをしないといけないのか、僕にはちょっとわかんないんですよね。そんな気使ってやる気は僕はないんで、ちょこちょこっとできれば今は満足です。で、次ですね。ギンナさんが提示した指標は、保管が必要なデータの表面的な部分でしかない。数字化されない部分をいかに数字化されたデータと現場感覚から推察して、それを実行するかが鍵になると。そうなんですよね。基本的に指標っていうのは、自分が普段仕事をしていたりとか、自分が考えていることを補強するですね。まあ、付加価値というか、サブでしかないんですよね。スーパーサブでしかなくて、それがメインになってるっていうのはダメなんですよね。メインになればなるほど、現場からは離れていくと、実際のですね、結果からはですね、離れていくんですよ。プロ野球でも最近ですね、そういう指標っていうのは使われることが増えてきて、例えば WAR とか、OPS とか、RAR とかですね、いろいろあったりするんですけれど、まあそういう指標もあくまでですね、一要素を判断するための材料であって、それで全てを見ているわけではないんですよね。感覚的な部分っていうのを絶対
対大事にした方がいいですよ。なんでかっていうと、やっぱり荒野行動もそうですし、いろんなコンテンツにおいて多くの人がいますね。まあ荒野だったら数十万人、数百万人ぐらいのですね、まあプレイヤーの数っていうのがあったりするわけなんですけれども、そんなですね、多くの人間、一人の人間が考えていることややっている行動っていうのも多種多彩にある中で、それがですね、かける数十万、数百万あるわけなんですよね。それをですね、簡単な要素だけでシミュレートしている指標でですね、判断できるのかって言われたら、答えはノーなんですよね。一部分を見るだけの参考資料として指標をですね、参照して、まあいろいろ考えるっていうのはいいんですけれど、それだけが全てっていう風に考えるのは違いますし、指標もですね、使い方を間違えると、間違ったですね、答えを導き出すようなですね、そういう機会にしかなりませんので、まあ、それを知っておいてほしいなっていう風に、まあ僕は思いますね。まあ僕も YouTube をやっていく上で、ものすごく指標を大事にしています。正直、まあ皆さんが思うような再生数だったりとか、登録者数ってのは全く見てないですね。指標をどうやって上げていくのか、ここしか見てないですね。まあしかし、それでもですね、まあ現場感覚と言いますか、まあコメント欄の流れとか、まあ自分がやりたいこと、そういう感覚的な部分っていうのを大事にしておりまして、数字は見ない。はい。再生数だったりとか、登録者数は全く見ないですけれど、指標とその感覚、ここを大事にしてやってますね。まあもうちょっと荒野行動運営にも、指標以外の部分も参照するべきかなっていう、そういう考え方も持つべきかなっていうふうに思います。まずは自分たちのゲームをですね、きちんとプレイしてみることが大事じゃないですか。で、次ですね、エペモバイル出て荒野に人残ってなさそうと。そうですね、エーペックスモバイル来るともうやばいだろっていうふうに思われてる方いらっしゃるかもしれませんが、エーペックスってEA っていうですね、まあ、世界的に有名なクソゲーム運営なんですよね。まあ、今までもですね、とんでもないことをやらかして、ゲームを一気にですね、クソ化させたっていうことは EA よくありました。めちゃくちゃ多かったんですよね。まあ、Apex に関しましても PC 版チーター多くて、チーター専用サーバーにチーター閉じ込められるけど、それでもチーターがいるみたいな、まあ、そんな感じにもなっちゃっておりますし、まあそうですね、エペ、そこをまあ改善できたら、荒野行動から必ずですね、顧客っていうのを奪ってですね、荒野行動を終わらせることができるわけなんですけれど、モバイルでそこまでできるのかっていうところが、まあ、今後ですね、これからの鍵になってくるかなって思いますね。でも荒野行動運営が、まあ、EA だからなでもなっていう感じ、うん、俺らがネットイースだからなっていう風に言っているのと、もう同じレベルかそれよりも強いレベルで EA だからなっていう感じです。まあ、詳しくは EA のですね、今までのクソ運営具合について調べてみてください。まあ Apex はコンテンツとしては間違いなく素晴らしいので、まっとうにですね、きちんとした運営をして、なおかつチーター対策がしっかりできれば、絶対に荒野行動には勝つと思いますね。で次ですね、これからのコラボで進撃コラボのような無料10連などのイベントは増えていくと思いますかと。僕は今回も無料10連配布正直来ないと思っていました。荒野行動運営は10連配布あんまりですねしたくないような避けているような感じの流れだったんですよね今まで。まあ10連配布しても金枠出ないように絶対調節はします。まあそれかそもそも金枠が出ないガチャっていうのをそういうような仕様で実装してくるみたいな、それが最近の荒野行動運営だったんですよね。まあ今回もそうだと思うんですけれど、でもですね、まあ前回10連配布があったから、まあ今回実装しなければいや前回のでっかいんっていう風に言われてしまうので、実装した感っていうのが、まあ、否めなくてですね、まあ、次あるのかって言われたら、まあ、微妙ですね。基本的にまあやっても意味ないからですね、やっても文句言われるだけですから、リスクですからね、やる意味ないんかなっていう風に僕は思うんですけれど、まあ、しかしですね、去年と今年年末年始ですね、高級物資の無料10連配布っていうのが今年の頭にありましたもんね。はい、まあ、ですのでそこら辺踏まえますと、年末年始に1回ぐらいは10連無料配布ですね、まあ、こちらの方をゲーム内にですねイベントの一環として実装してきても、まあ、おかしくはないのかなっていうふうに思います。まあ、しかしやっぱり荒野行動運営がガチャの内容を絞りますので、まあ、基本的にユーザーはですね無料10連配布に対していいイメージを持っていないと、そしてですねやったところであまり期待がありませんから効果も薄いというふうになっておりますので、正直やるメリットがないというのが、まあ、僕の思うところですね。